西口ホーム1番線に到着した上り快速合戦場駅は栃木県栃木室賀町合戦場にある東武鉄道日光線の駅である。駅番号は TN13 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。2007年5月に建て替えられた駅舎は浅草方面ホーム側にあり、東武日光方面ホームとは個線橋により連絡している。 東部日光方面ホーム側にも出入り口が存在するが駅舎はない。駅員無配置駅で乗車券は駅前の自転車預かり所で発売している。駅舎では管理駅から職員を派遣して乗車券を臨時に発売することがある。乗車時には駅舎にある乗車駅証明書発行機で乗車駅証明書を発見し、下車駅の有人改札にて支払いとなる。また、 IC 乗車券の利用エリア内であり、駅舎内に IC 乗車券用の簡易改札機が設置されている。また、インターホンを使い管理駅と連絡を取ることができる。2019年度の1日平均乗降人員は347人である。近年の1日平均乗降人員の推移は、下記の通り、東部宇都宮線の野州日向川駅まで、 1> 約1 6キロメートルの道のりである。最寄りバス停合戦場郵便局前、栃木市営バス金崎線が発着する。旧駅舎1523年に、宇都宮忠綱と、港は宗成両軍が当地で合戦をした、河原田合戦に由来する。ありがとうございます。